ジルマンです。いや皆様、はい、前回ねフルアマダブルゼータガンダムご紹介したんですけども、今回はこちらでございます。プレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX38 キュベレーセット、来ましたね。ついにアンサンブルにキュベレーが参戦。いやーゼータガンダム100式とってね、さらにダブルゼータまで出て、キュベレーはいつ出るんだいつ出るんだって、さすがに通常弾じゃねえだろうと思ったら、まさかのねプレ版の上に3体セットでございましたね。はい、今回はサマン様のキュベレーに加えてプルプル2のキュベレーマーク2とのセットとなります。これに関してはねキュベレー単品で欲しかったっていう声もちょこちょこあるんじゃないかななんて思いますが、まあまあ僕はね、うん、キュベレーマーク2も好きなんでこれはこれで良かったかななんて一応思ってます。まあでも今後欲を言えばね、キュベレーそれぞれ単品でプレ版で販売してほしいよね。はい、では改めてキュベレーセットの箱を見ていきましょう。こちら正面でございます。3体のキュベレーとね、今回このファンネルエフェクト、これがまたいいですね。側面その1、はい、先ほど言ったファンネルエフェクトとキュベレー、側面その2、こちら全てのキュベレーと内容物ですね。そして今回箱上面も非常にかっこいいんですよね。なんといってもここ、はい、キュベレーの可変がねこれによって示唆されてるわけでございます。最後は箱裏面、逆にシンプルに3体のキュベレー、これがね乗ってますね。さあそれではこちら早速組んでいくんですけども、組んだ後にねダブルゼータやフルアーマーダブルゼータ、ゼータガンダムや100式なんかともね合わせてみましょうね。はい、それでは早速開封だ。さあそれではキュベレーセット開けてきましょう。もうねテープはすでにカットしてありますということで、オープン。おお、はいはいはい、あれも思ったよね、もうパンパンのぎゅうぎゅうじゃないですね。各キュベレーごとに分かってる感じですね。はい、中身出したらこんな感じでございます。こちらね説明書でもいつもの紙の大きさで、はい、両面ではなくてペラ1枚ですね。まあ基本的なね組み立てが同じだからだと思います。あとはこれがキュベレーですね。左側がプル2、うん、赤なんでプル2で、右側がプル用のマーク2ですね。さあそれじゃあキュベレー3体早速組んできました。いやさすがにね3体分なんですごいボリュームですね。特にこのファンネルエフェクト、これがねめちゃくちゃスペース食う。いやでも本当にねこれは組み替えがありましたね。さあそれではここからは順番に見ていきましょう。まずはキュベレーマーク2プル機から。はい、こちらがキュベレーマーク2とその付属物でございます。今回のキュベレーセット付属物は全て同じとなっています。個人的にはこの大型の台座、これがねちゃんと3体分ついてるのが嬉しかったですね。あと細かいパーツで言うとこの武器持ち手、そして飛行形態用の首延長パーツがあります。それから武装類はこの2つ、ビームサーベルは各機1本ずつとなります。そして10機のファンネルとそのファンネルエフェクト、こちらね当然ながらエフェクトからファンネルを取り外しが可能となっています。いやこういうところ本当にね細かいけど嬉しいことですね。そしてキュベレーマーク2本体、まずはねこちらターンテーブルで一度ご覧ください。はい、ターンテーブルでご覧いただいている間にキュベレーマーク2をポージングさせてみました。いやー結構ねこれ可動範囲広いですよ。この辺のねバインダーが邪魔するかなと思ったんですけど問題なしですね。それではちょっと細かいとこ見ていきましょう。まず最初に個人的に良かったのはこの新規造形のハンドパーツ、はい、しっかりとキュベレーのね細くて美しい指、これをね再現してますね。めちゃくちゃいいですよ。そしてやはりすごいのはこのフレキシブルバインダー、こちらね、はい、めちゃくちゃ動くんですよ。で
後ほどにご紹介する飛行形態ではしっかりと下ろすこともできるんですね。これどういうことかっていうと、これで見えるかな、はい、ここにね2つのジョイントがあるんですね。これを使うことによって非常にね、はい、上だったり下だったり動かせるし、さらにバインダーとこのジョイント自体はボールジョイントなんですね。これによりこれほどまでにフレキシブルで自由な動きができるということでございます。ほら見て、パッカパカに動きますよ。これめちゃくちゃすごいなと思いました。いややっぱね、アンサンブルでどこまで動かせるんだろうとか不安だったんですけど、もう飛んだ気流でしたね。そして靴部分、こちらね一体成形ではなく分割成形な上に可動します。これもね非常に細やかなポージングが可能なんですが、はい、今ねご覧いただいているようにちょっと外れやすいのが難点ですね。そしてキュベレー系列といえばこちら、やはりファンネルですね。そしてこのファンネルコンテナ、こちら結構ねしっかりと稼働するので、ファンネル射出のねガッて上げた状態なんかも完全に再現できるし、こちらねさらに取り外しも可能で、裏見てみますけど、はい、裏側ザンと、いやしっかりと10機のファンネルが、はい、造形されてるんですね。これめちゃくちゃゲーコマよ。さらに他の部分もねめちゃくちゃ細かいんですよ、今回のキュベレーセット。はい、今矢印を出してる部分、この動力パイプ、これも別パーツなんですね。さらにここら辺とか、まあ、胸部もなんですけど、みんな別パーツで構成されてるんで、しっかりと色分けがされてますよね。まあその分ね、ちょっと組むのは大変なんですよでもそんだけの価値があると思います。その他にこのふくらはぎの部分であったり、あとはねこのフレキシブルバインダーの内側であったりと、もう本当にね塗装以外の部分、パーツによる分割と色分けがめちゃくちゃ細かかったです。例えばこのキュベレーマーク2プルキだった場合、塗装してあるのは今矢印を出してる箇所と後ろ側のファンネルコンテナのピンク部分、たったそれだけなんですね。それ以外の色分けは全部ね成形色っていうのが本当にすごいなと思いました。さあそれでは続いてキュベレーマーク2プル2機、こちらの方も見ていきましょう。はい、ターンテーブルでご覧いただいている間にキュベレーマーク2プル2機、こちらをポージングさせてみました。いや先ほどのシックなプル機と比べて、はい、赤と黄色っていうねかなり攻撃的な色合いですね。ただねジールマン個人的にはこの色合いめちゃくちゃ好きです。かっこいいですよね。そんなキュベレーマーク2プル2機、やはりね一番の特徴はハンドパーツだと思います。はい、こちら開き手も込みでね、この黄色いハンドパーツ、これは今んとこ初ではないでしょうか。なのでこちらは本当にねなくさないように気をつけないといけません。今回ね、はい、予備とか全くないんですよ。あとプル2機に関してはこのビームサーベルの絵も黄色となっております。キュベレーとキュベレーマーク2プル機に関してはこのピンクで同じです。まあただ色味の違いこそあれど、造形に関してはね全て統一なので違いなどはございません。そしてですね、ファンネルを展開してガンダムチーム招集しました。これにねプル機を加えたかったんですけども、ちょっとね画角的に無理だったんで諦めましたそんなファンネル展開エフェクトなんですけども、もう上の方がね見切れちゃうぐらいめちゃくちゃでかいんですよ。ちょっとこれ外してみますね。はい、こちらも完全にね起演山かリープスラッシャーですねめちゃくちゃ大きいサイズでございます。迫力ありますよね。しかも3ミリジョイントがあるので、まあ、別にねキュベレーに限らずにどんな機体にもこのエフェクトをつけれるんで、めちゃくちゃ汎用性が高しくんです。ちなみにこちらこの射出エフェクトの根元に可動軸があるので、さっきみたいなね均等な配分ではなく、はい、例えばこの334みたいなアンバランスな感じにね射出することも可能です。可動としてはね、はい、こんな感じで結構ね大きく動きますね。そしてプル2機に関してはこのようにファンネルが黄色なんですが、プル機とハマーン機に関してははいしっかりとピンクでございます。もちろんこの辺は抜かりございませんね。
さらにですね、このファンネル射出エフェクト、当然ながら可動部を取り外すこともできて、さらにここ3ミリ軸なので、こんな風に台座とかを使ってオールレンジ攻撃を再現して遊ぶなんてこともアンサンブルだったら楽しめちゃいます。はい、キュベレーをターンテーブルでご覧いただきました。その間にキュベレー飛行形態へと変形させてあります。こちらがキュベレー飛行形態、かっこいいね。ちなみにキュベレーマーク2 2体もこの形態にすることができますが、まあ、ジールマン的にはね、やはりキュベレーの方がこの飛行形態のイメージありますね。いやにしてもね、ちゃんとこの形態まで再現できるとは思いませんでした。いや本当にね、アンサンブルの進化がすごい。こういうね、さまざまな関節パーツ、ここから見ると見やすいですね。こういうのうまく使うことでね、非常に遊びの幅、変形の幅、めちゃくちゃ広がってますよ。そしてですね、この飛行形態、こちらはね、最初の方にご紹介した首延長パーツ、これを使っております。ちょっとね、外してみましょう。はい、こんな感じですね。本来はこうなんですけども、それに追加でね、これを取り付けることで上を向いた状態にできるということです。いやー、こういうのね、しっかりと細かいところまでこだわってて嬉しいですね。ただちょっと気になったのが、説明書ではこの飛行形態の項目でね、つま先伸ばしっぱなしになってたんですけども、多分ですよ、まあ、このギミックがあるんで、飛行形態では、はい、つま先を畳むのが正解なのではないかと思います。はい、ということで改めまして、通常形態のキュベレーでございます。いやー、見惚れちゃうよね。さすが最も美しいモビルスーツとして名が上がるだけのことはございますよ。本当にアンサンブルになっても綺麗。まあそんなキュベレーの美しさは先ほどのターンテーブルで十分に堪能していただいたと思うので、ここではね、まだご紹介してないキュベレーの武装、これをご覧ください。はい、それがこちら、ザンと腕部ビームガンでございます。まあ、これね、ビームガン兼ビームサーベルなんですけども、さすがに先ほどのビームサーベル、うん、これをねここにしまうことはできませんが、しっかりと腕部ビームガンも再現されてるってんで、いやー、ありがたいなー、細かいなー、最高ですよ本当に。はい、そしてキュベレーが手に入ったら真っ先にやりたいのはやはりこちら、ゼータガンダムと100式とね合わせることだと思います。もうこうなるとね、早くジオのアンサンブル出してほしいって思っちゃいますよね。まあ現在だったらね、コンバージプラスで結構迫力のあるジオ出てるんですけども、まあジールマンはね、はい、アンサンブルが出るまで我慢いたします。アンサンブルもコンバージプラスも持ってるよって方はね、ぜひぜひこれにねジオを加えて遊んでみてください。そしてキュベレーといえばゼータガンダムだけでなく、ダブルゼータガンダムでも非常に重要な機体でございます。となるとやることはただ一つ、前回の動画でご紹介したフルアーマーダブルゼータガンダム、その商品で再現できるこの強化型ダブルゼータガンダム、それと対峙させない手はないでしょって。ただちょっと待って、ジールマン、前回の動画で強化型ダブルゼータガンダム、腕が全然上がんなくて可動死んでるって言ってたじゃんって思った方いると思うんですけども、はい、これねちょっと手を加えてます。はい、もうね、このショルダースラスターとバックパックが干渉しまくって全然腕が上がんないよって状態だったんですけども、ちょっと手を加えることでね、はい、こんな風にスマートに上げることに成功しました。そのからくりがこちら、モビルスーツアンサンブルの再販1段とか2段のね、モビルスーツ武器セット、それに付属する汎用ジョイント、はい、こちらですね、それの、まあ、このどれでもいいんですけど、今回はねこの短い方、これをね、ここ今線入れますけど、ここでバツンと、はい、ニッパーでぶった切って、でさらにここのねジョイントも長すぎたんで短く切りました。そうすることで極端に不自然ではなく、かつねそこそこの隙間をね開けることが可能になったんですね。それによってね、この腰部への固定、これはなくなったんですけども、まあ、そこがなくてもね、特にバックパックが落ちることはないので、このね腕を上げる可動、ここをね
空間を作りたい方はぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、ちょっと不格好なんですけども、足と腰パーツを外してこの股関節パーツを残すことで、はい、最後の方のね、この上半身のみのダブルゼータガンダムなんてこともできるので、もうね、それもキュベレーがあったら盛り上がること間違いなしでございます。さて最後はですね、そんなキュベレーの大きさ比較をして終わりましょう。せっかくなんで比較対象はいろいろと因縁のあるこの100式でございます。キュベレーやはりね、フレキシブルバインダーがめちゃくちゃでかいんでね、かなり大きく見えるかもしれませんが、ちゃんと、はい、頭頂高とかで見るとね、大して大きくないというか、むしろ100式と比べると若干、低いくらいになってるんですよね。にもかかわらずこれほど大きく迫力あるように見えるっていうのは、先ほど言ったこのフレキシブルバインダー以外にもキュベレーの持つね、圧倒的造形美もあるんじゃないかななんてジールマンは思っちゃいました。ということで今回はモビルスーツアンサンブル EX38 キュベレーセットのご紹介でした。この後はターンテーブルで各キュベレーの飛行形態やパンネル展開状態をお見せするので、よければ最後までご覧ください。それから私ジールマンのチャンネルでは、こういったアンサンブルのご紹介以外に組み立て解説や部分塗装、その他ガチャご紹介動画なども投稿しております。なので同じようなものが好きだよっていう同志はぜひぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またねー。